ありがとうございます。それでは、八作さんを拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、Python AWS サーバーレス、初学者が次の一歩を生み出すためのテクニックというタイトルで、発表させていただきます。はじめに簡単に自己紹介をさせてください。私、八作と申します。Twitter ID 八作アンスコ63です。Twitter で発表資料の方も、案内しておりますので、よかったらチェックしてください。サーバーワークスという会社から来ています。ちょっと個人的な宣伝なんですけども、技術書店というイベントで AWS CDK の本を書きました。まあ、タイプスクリプトなんで、まあ、あんまり宣伝ちょっとするのまずいかなと思うんですけど、まあ、よかったら興味のある方は見てみてください。よろしくお願いします。次に弊社のことですけども、聞いたことない方もいらっしゃると思います。AWS に特化した SIR というところでやらせていただいています。AWS のパートナー企業も認定あるんですけども、その中でも一応最上位の、プレミアコンサルティングパートナーというところで認定をいただいているような会社になっています。まあ、AWS のマイグレーションとか、そういったところでしたら、まあ、任せてくださいというような、まあ、そんな会社でございます。あと発表に入る前にちょっとお断り事項ございます。あらかじめ告知していたアジェンダからちょっと若干変更があります。何かっていうと、まあ、ちょっと当時、プロポーザル出してた時から見解が変わったものとか、そういったものもあって差し替えざるを得なかったような、まあ、そういったものがありますので、あらかじめご承知ください。想定読者、ここに書いてある通りなんですけども、まあ、もしちょっとマッチしないなと思ったら、まあ、ちょっとそれは各自ご判断いただければと思います。はい、ではちょっと本題にここから入りたいと思ってます。アジェンダはこんな感じです。基本のおさらいをしましょうっていうところが、1、2で、3、4、5のところで、まあ、実際にプラクティスっていうところをちょっとご紹介しようと思っています。はい。では最初に、AWS におけるサーバーレスアプリケーション構築の基本というところです。ちょっとさらっとだけいきます。まあ、そのサーバーレスで、これ見に来てくださってる皆さん、おそらく、まあ、初学者の方もいらっしゃると思ってます。サーバーレスなんか難しくないって思う方も多いんじゃないかと思います。大体、まあ私も実感しているところでは、こういったところが難しいのかなと思ってます。まあ覚えるサービスが多くて学習コスト高いよとか、サーバーレスの概念っていうところがちょっと馴染めないっていうところ、あとはまあ入門書の次に何したらええねんっていうところが、まあよくわからないというような、そういった問題があるかなと思ってます。まあそういったものを解消するためには、その、なんでしょう、大枠の概念みたいなところを最初に押さえていくのが近いのかなと思ってます。で、何が大事かっていうと、サーバーレスな思考、考え方っていうところかなと思います。非同期イベントドリブンステートです。まあ、おそらく学習されている皆さんであれば、もしかしたら目にした単語かもしれません。まあ、ただこれだけ見ても何のこっちゃっていう方もいらっしゃると思います。で、これらをその、もうちょっと登場人物っていうところで整理していこうかなっていうふうに思います。どういったものかっていうと、めちゃくちゃざっくり分類すると、サーバーレスな登場人物ってこのあたりかと思ってます。ブローカー、イベントハンドラー、データストア。ブローカーとイベントハンドラーっていうところで、そのイベントを仲介するブローカーと、実際にそれ処理する役目であるイベントハンドラーっていうのが登場人物としていて、イベントハンドラーの部分は、まあ、必要に応じてデータストアとやり取りをするというような、だいたいこういったところがいわゆるサーバーレスな構成における登場人物の大まかな分類かと思います。で、それを AWS サービスに当てはめていくと、ブローカーに当たる部分がいわゆるその SQS、SNS、キネシス、イベントハンドラに相当するところがラムダファンクション、データストアに相当するところが例えばダイナモ DB であるとか、まあそういったような当てはめ方をして、大体こういう構成図作るんだなっていうイメージを持った上で、必要に応じて各サービスっていうところをキャッチアップされていくと並びがより早いのかなと思っています。はい。ちょっと時間がなくなっちゃうので詳しいご説明はできないんですけども、過去 PythonGP2017 で、ね、テルイさんという人が、非常にその良い発表されているので、もし詳しく勉強したい方はこの辺をご覧ください。次に行きます。サーバレスフレームワーク基本のおさらいです。サーバレスフレームワーク、まあ何かというと OSX にできているデプロイツールというところですね。あとはまあインフラストラクチャーズ、この IAC のようなツールになっています。で、AWS だけじゃなくて Azure とか GCP にも対応しています。はい、まあただ今回は AWS の話しているので、特に断りがなければその AWS の話だと思って聞いてください。で、使い方なんですけども、まあ、すごくざっくり説明するとこんな感じです。SLS Create とか書いてあるんですけど、これ何かっていうと、サーバーレスっていうその CLI のコマンドの、いわゆるショートカット名っていうところですね。で、Create とかのサブコマンドです。で、アプリケーションのプロジェクトを作成して、実際にその、クラウドフォーメーションのテンプレートの元になる YAML ファイルとか、
あとは実際ラムダのコードベースになるなら Python 書いていきますと。で、最後にそのデプロイパッケージ作ってデプロイっていうところなんですけども、基本的にやることは SLS クリエイトでプロジェクト作ってコードを書いて、実際デプロイコマンドでパッケージの作成ってやってくれるので、デプロイコマンドを叩いて終わりというようなところになってます。で、もしかしたらサーバーレスフレームワーク、馴染みない方もいると思うんで、デプロイの動きだけちょっとおさらいしておこうと思います。はい。で、SLS デプロイ。で、ステージデブっていう引数で実行しました。これ何が起こるかっていうとですね、まあ、左側の図がローカル PC になるんですが、Python ファイルと YAML のテンプレートを書いていて、デプロイコマンド、で、デプロイ、デブステージで叩いたら、クラウドフォーメーションのテンプレートと、あとラムダのデプロイパッケージの ZIP ファイル、これを作ります。で、その後、S3 バケットで、を作成して、それらさっきの、デプロイパッケージと、テンプレートをアップロードします。で、最後にクラウドフォーメーションのデプロイを叩くと。いうような、そんな感じの動きになってます。で、今、ステージっていう引数概念が出たんですけども、これについて少し補足します。これは、サーバーレスフレームワークの独自概念ですね。例えば、開発環境とか、本番環境とか、そういう時にステージっていう言葉を使うと思うんですけど、イメージあれで OK です。サーバーレスフレームワークは独自に提供してて、デプロイ先環境を区別するための用途に使ったりします。なので、そうですね。特に AWS の場合では、この先ほどの図に戻りますが、別々のスタックが作られるような形になります。はい、そういったような動きをしますというところです。で、詳しい使い方に関しては、こちらもまた、他の方が書かれた非常に優れた記事があるので、こちらをご覧ください。次、まあ、プラクティスっぽいことを喋っていこうと思います。プロジェクト構成の例です。これ、例えばっていうことで、定期ジョブの実行基盤っていうものを例にとって喋らせていただきます。構成図簡単にご説明します。これ、SQS を挟んで、左と右っていうような区別の仕方をしてします。で、左側は何かっていうと、ジョブのパラメータになる部分を定期的にそのクラウドチーベンツで叩いて生成するっていう部分。で、ジョブのパラメータを SQS に投げて、後ろ、右側が動きますと。で、右側のトリガーしてラムダファンクションが動いてるんですけども、そいつは、ジョブのパラメータを受け取って、ダイナモ DB に永続化しておきますと。で、その後、一番右、構成図右上のところにいるステップファンクションズを実行します。で、実際にジョブを実行しているのが、ステップファンクションズの部分ですね。で、ステップファンクションズの中にいるラムダファンクションが、必要に応じて、ジョブのパラメータをダイナモ DB から引っ張ってくると。まあ、そういったような、まあ、ありそうな構成図です。で、これの、ディレクトリ構成、大体どんな感じになるかなっていうところなんですけども、ちょっとこれだけだと説明しづらいので、実際に、まあ、こんな感じで作ってみた構成図のサービスがあるので、それを例に紹介します。ソースコードのリンクは貼ってあるので、まあ、よかったらご覧ください。何やってるかっていうと、キータの記事を定期的にその自動更新していくような、そんなものを作ってます。で、これ、QP っていうディレクトリがあるんですけど、これ、まあ、キータパブリッシュの略ですね。いわゆるマイクロサービスの単位で切ったディレクトリだと思ってくれればいいです。はい。何やってるかっていうと、サービス、そのマイクロサービスの単位でトップレベルのディレクトリ切ってあげるっていうのが一個。ラムダファンクションのコードを格納するためのモジュールっていうところでファンクションズっていうのが切られていますと。で、それらのラムダ関数の部分から汎用的に呼び出すようなライブラリーのをリグスの下にまとめてあげて、あとは、そのキータの自動更新っていう仕組み上、そのジェンジャー2のテンプレートエンジンを使ってます。なので、テンプレートを格納するためのテンプレートですっていうようなフォルダも用意したりすると。大体こんな感じの切り方します。で、ファンクションズの下では、SQS 挟んで左右っていうふうに言いましたが、左側の部分がジョブズの下にあって、SFN、これステップファンクションズの略なんですけど、ステップファンクションズのタスクっていうところを格納するためのモジュールを切ってますと。大体こんな感じで分けてます。で、これ、こういうふうにした意図っていうところをちょっと補足します。はい。まず、そうですね。何に関するコードなのかの見たをちょっとよくしたかったっていうところが一番の意図としてあります。まあ、やったことある方はわかると思います。サーバーレスって構成図がなんかピタゴラスイッチになりがちで把握しづらいんですよね。引き継ぎした時になんかパッと見よくわからんみたいなことがよくあります。まあ、なので、何の関数なんだろうねっていうところがわかりやすくなるようにしたかったっていうところがあります。まあ、ただ、基本的にはこれ、普通に Python 書くときのモジュール分割の感覚とほぼ同じやと思って OK だと思ってます。まあ、ただ、そうですね。サーバーレスに固有な話っていうところを混ぜていくと、
マイクロサービスごとにトップレベルの階層を分けるであるとか、あとはラムダファンクションのトリガーの種類によってサブモジュールを分けたっていうところがちょっと今回工夫してましたっていうところになるかなと思っています。そうですね。はい。といったところです。まあ、これ参考事例として、まあ、ご参考いただければと思います。ステージの管理の話に行きます。で、やりたいこと、ここでやりたいことが何かと言いますと、ステージに依存しないコードベースにしたいということがあるというのが1点。あと、ラムダデプロイしなくてもローカルで動かしたいよっていうニーズ、当然あると思ってます。なので、ローカルでも気軽に動かしたいねっていうところ、このあたりがやりたいことだなと思ってます。はい。まあ、まとめると、こんな感じかなと思います。そうですね。ステージに依存しないっていうことは、ステージに固有な値、変数があったら、それをいい感じに管理できる必要があるっていうところが、まああると。で、気軽に動かしたいっていうところは、ラムダのロジックコードになる部分は、ちゃんとその、いつでも実行したり、テストしたりできるようにしたいよねっていうところ、あると思ってます。はい。で、1点目の話、ステージに依存しないコードベースにしたいっていうところです。ステージごとに値が変わるものって何だろうねっていうのを整理していきます。およそ、こんなところがメジャーなのかなというふうに私は思っています。リソース名の参照、これは何かというと、主に AWS の、リソースの名前とかのことですね。リソースの名前あるいは ARN、またはそうですね、API ゲートウェイや SQS を使っている場合は、エンドポイントの情報と、いうことになります。あとは、そのラムダファンクションのコードベースの中で利用するような変数として、例えばログレベルであるとか、あとは、例えば、キューイングに投げる関数がいるのであれば、SQS の QURL とか、そういったものもいるでしょうし、まあ、そういう API とかで参照するための名前が必要ですと。あとは、外部サービス利用するんであれば、そういったものの設定情報が必要ですね。例えば、サーバーレス、よくあるのが Slack のボットとかだと思うんですけど、通知先のチャンネルの情報って、デブとプロッドで分けたかったりしますよね、というところがあるので、おそらくこういったものが、そのステージごとで値変えたいものになるのかなと思っています。で、これ分類していくと、その、1個目の方は、スタックの定義、まあ、リソース、インフラの定義の時点で、ある程度対処していく問題だと思っています。で、2個目が、ラムダのコードベースで対処しているような部分かなというふうに思っています。なので、まあ、これら2つに対処すれば、おおよそいいんじゃないかっていうのが言えます。管理方針としてですけども、そうですね。まあ、おそらく、大雑把にこんな感じで考えちゃっていいと思ってます。スタティックな値で、かつ、機密情報じゃないなら、環境変数。まあ、よくあるテクニックですね。で、かつ、これが機密情報である場合は、AWS のシークレットマネージャー、あるいはパラメーターストアに暗号化して格納する。っていったところが、まあ、プラクティスかなと思います。あとは、まあ、動的に生成されるような値であるならば、データストアとか。まあ、もしあるならですけれど、そういったところが、まあ、住み分けになると思っています。ちょっとここでは、そのシークレットマネージャーを使うような情報、サンプルは提示できないんで、すいません。ちょっと環境変数の方でやらせていただきますと、話を進めさせていただきます。で、進めます。で、環境変数を扱うっていうことなんですけど、これはアプリケーション開発をやったことがある方なら、まあ、なんとなくわかると思います。ドットエンブ使うような形がいいかなと思っています。はい。Python のコードベースで言うと、python.env っていうパッケージがあります。まあ、これを使うと良いだろうと。サーバレスフレームワークにおいても、それは .env を扱うようなパッケージっていう、プラグインかな？プラグインは出てます。これ何かっていうと、さっきのステージデブとか、そのステージの名前に応じて .env.stage 名っていう、.env ファイルを自動的に読み込んでくれます。で、これ、実際に YAML ファイルのテンプレートの中で参照することができるので、ラムダの環境変数の定義にそれらを渡してあげれば、ラムダファンクションのコードの中でも os.environ の中で参照するようにできますというところですね。まあ、このあたりを使いこなしていくことで、インフラ、そのスタックの部分とコードベースの部分、両方対応できるようになるというところです。次にさっきのローカルでも、気軽に動かしたいよっていうところの話がありましたので、ここをお話しします。まあ、基本的にはさっきの、今、言ったようなことができてれば、あとはもうほぼほぼテストしやすい設計にしましょうっていうところに修練するかなと思ってます。まあよくあるのが、ラムダハンドラーの関数にいろんなものをベタ書きしすぎちゃいけないよね、と
というような話ですね。ビジネスロジックであるとか、外部サービスの呼び出しっていうところはちゃんと別モジュールに分離して設計しましょうっていうところ。あとは、まあ、ハンドル内の仕事とかは、そんな最小限に収めた方がいいですよね、というところです。で、これらができてると、例えば、サムローカルとか、ローカルスタッフとか、そういったようなものを使うような、記事とか見たことある方いらっしゃると思うんですけど、こういうローカルコンテナのランタイムに移行するのもすごくやりやすくなります。そうですね。例えばですけど、AWS の Python の SDK である BOT3 あると思います。あれって、クライアントを初期化するときに、サービスの、エンドポイントとか、ポートとか、そういったものを初期化時に指定することができます。これ、BOT3 をラムダハンドラーの中で直接初期化しちゃってると非常に取り回し悪いんですけども、クライアントを初期化する部分だけこの別のモジュールに切り出してあげるとか、そういったようなやり方をすることで、そのモジュール、切り出した先のモジュールの方では、ステージの変数を見てあげて、もし、例えばそうですね、ローカルステージってものを定義しましょうか。ローカルステージで動いている場合は、ローカルのコンテナランタイムは立ち上がっている前提で、エンドポイントはそのローカルポスト8080に向けてあげるとか、そういったような制御をできるし、それをラムダハンドラの方から見せないように隠蔽するというようなことができます。そうなるとローカルで動かすっていうこともやりやすくなるんですね。なので、基本的にそのテストしやすくなるようにちゃんとモジュール分割していれば、このさ一番下で上げているような、サムローカルだとか、まあ、なんちゃらローカルだとか、そういったシリーズってすぐに移行できるんで、まずは、モジュール分割進めていきましょうよっていうところから入るのが、良いと思ってます。はい。あと、まあ、サーバーレスっぽい部分を補足すると、ステージ依存の値環境変数として扱っていきましょうっていう話と、あとは、その管理するモジュールっていうのを自前で作ってそこに集約するのが良いと思ってます。例えば、その settings.py だとか、constants.py だとか、そういったようなものを定義してあげるのが良いのかなと思います。で、これに関しては、環境変数限定なんですけども、ちょっと、サンプルになるようなものを用意してあるので、簡単にご紹介します。まあ、詳しくは、ちょっとレポジトリ見てください。はい、このサンプルなんですけども、そうですね、SQS 挟んで投げるラムダと受け取るラムダがいるっていう、そんな感じです。ここで、さっきのステージ公用の値何かっていうと、例えばこの辺です。SQSQ に投げるためのラムダは、SQSQURL、これを知っている必要があります。まあ、なので、それを環境変数で渡してあげましょうよっていうことを書く必要がある。で、それをどうすればいいかっていうと、次のようなことになりますと。テンプレートの YAML ファイルですね。これ、プロバイダーエンバイラメントっていうセクションがあって、ここのエンバイラメントに書かれるものが、ラムダ関数の、環境変数に渡ります。はい、こんな感じですね。AWS アカウント ID と、MyQ、まあ、Q ネームってあるんですけど、さっきの真ん中の構成図の真ん中にあった Q の名前です。まあ、ちょっとしたポイントとして、そのセルフサービスとか、セルフプロバイダーステージっていうのがあると思います。これ、まあ、割と、その、なんでしょう、ミソになるところで、サービスと Q の、リソースの識別する名前と、あとはプロバイダーステージ、これ、デプロイするステージですね。これを、ジョインするような命名規則で、名前定義してあげることで、そうですね、他のスタックと被らないようにできるっていうのが一つ。あともう一つは、この同じスタックを異なるステージでデプロイしたときに、名前が被らないようになるっていうところの効果があります。リソース名を宣言するときには、例えば、ちょっと文字数の制限とかはものによってはあるんですけれども、まあ、こういう形で宣言しておくと、非常にそのアプリケーションのコードベースの方でも取り回しが良くなるのでおすすめです。次、セッティングスパイですね。まあ、ちょっと余計なものもいろいろ書いてあるので、かいつまみます。ドットエンブ使って、ステージ、そのステージに適したドットエンブファイルをロードしていますというところがあって、最後のところで、QURL の特定に必要な変数。QURL というのは、そうですね。AWS アカウント ID と AWS リージョン、あとは Q の名前。これらが分かっていれば特定することができるので、これらをロードしていますと。そういったようなコードを書いています。ちなみにですけど、これ、中にスラックボットトークンっていうのがあるんですけど、これ、本当は環境変数から直で読み込んじゃいけないです。プロダクション環境で運用するのであれば、これはシークレットマネージャーから値を取得するとか、そういうコードに置き換える必要が適宜ありますので、ご注意ください。ロギングの話です。はい。喋ること、予定はこれだったんですけど、予定を変更しています。基本的には JSON ログはとりあえず作っておきましょうっていうところが一番言いたいことですね。トレース用の ID は構成数が増えてきたらやればいいと思いますし、デコレーターでの共通化は好み次第だと思いました。
この辺がちょっとプロポーザル出した時点から見解変わってる部分です。はい、順番にお話ししていきます。JSON で構造化しましょうと。これ何が一番嬉しいかと言いますと、クラウドウォッチログズイベント、インサイズで検索がはかどるようになります。インサイズ使ったことない方もいらっしゃるかもしれませんが、これ JSON でログ吐き出していると、ネストしたフィールドをドット区切りでアクセスすることができるんですね。ちょっとこれスクショ貼ったものはそのネストしたフィールドを区切りしてないんですけど、まあ、JSON でやっておくことが非常に取り回しは効くので、やっておくべきだというところですね。後から検索するのしんどいので、まあ、最初にこれはやっていいと思います。で、実装の方法なんですけど、いくつか選択肢ありますと。まあ、一番簡単な順からちょっと並べていくとこんな感じじゃないかなと思ってます。まあ、ロギング時のメッセージ引数に必ず JSON ダンプしてから渡しましょうっていうのが一番、まあ、取り組みやすく簡単なやり方ですね。で、次、JSON ロガのパッケージとか、まあ、その辺に探せばあるので、それを利用しましょうっていうところがあると。あとは、まあ、自前で書くところとして、フォーマッターを JSON に対応したものを書いてあげましょうっていうところとか、あと、ロギングアダプターの利用とか、ちょっとこれまだやったことないんですけど、検討中です。で、JSON での構造化っていうところに関して、まあ、こうであってほしい要件があると。で、それも、ちょっとまだ模索中なんですけれども、おおよそこんな感じかと思ってます。まず当然ですが、JSON 形式で出力できることが大事です。あとは構造化の、構造を強制できることが大事ですと。これ、先ほど、クラウドウォッチログズインサイツ、これで検索するってことを考えたときに、ラムダファンクションによってとか、あるいはログ出してる場所によって、トップレベルのフィールド合わないじゃんみたいなことがあると、まあ成り立たないので、少なくとも、まあトップレベル、JSON オブジェクトのトップレベルに関しては、ある程度このキーはあるんだよっていうところを保証していたいというようなモチベーションがあります。これがさっきのその、プレーンなロガーを使ってると、そこの強制力っていうのはないので、うん、その辺をうまいことやれる実装っていうのがないかなっていうのをちょっと考えているようなところですね。あとできるなら、ラムダの実行情報、っていうのを勝手にこちらで意識しなくても注入してくれるようにしたいなと思ってます。これ現在私のやれている実装の中ではできてないので、このあたりがちょっと模索ポイントですね。はい。あとは、まあちょっと参考情報です。ラムダコンテキスト、これ何かっていうと、ラムダハンドラー呼び出したときに、引数2つあるんですけど、2つ目の引数に入ってくるオブジェクトです。これ非常に有用です。まあログなので含めてあげるといいと思ってます。こういったものを、ユーザーが意識しないで収入できるような形を目指したいなっていうところですね。そうですね。ちょっと補足事項としては、インボケーションタイムアウトまでの残り時間っていうところ。これ、うん、ログに含めるかどうかはちょっと議論の余地あるかなとは思うんですけど、これタイムアウトハンドリングするときに、常にその現時点での残り時間っていうのを返してくれます。これが例えばそうですね、調子の悪い外部サービスの API を呼び出すラムダとか、まあ実際にこれ案件であったんですけど、まあそういうのを呼び出すときに、ここのインボケーションタイムアウトの時間を見て、外部 API のタイムアウトを動的にそのコントロールしてあげるとか、そういう用途に使います。コンテキストオブジェクト、かなりまあ有用なので、一度そのドキュメント、リンクはあるので、ご覧いただくといいのかなと思います。トレース ID の付与の話です。そうですね。まあ何言ってるかっていうと、一つのユースケースを実現するためにいろんなサービスの組み合わせで実装されてるっていうところです。だけど、運用上のユースケースって、そのユースケースの単位でログ絞り込みたいよねっていうニーズがあります。まあつまり、まあ、いわゆるマイクロサービスのトレーシングの話ですね。サービス横断で実行ごとに1位なら ID 取りたいっていうモチベがあります。で基本的にこれは、まあ、こうせずに祝ってきたらやればいいよっていうふうなスタンスなので、Excel をとりあえず使いましょうっていう方針です。でトレース用に Amazon、XAmazon トレース ID っていうのが使えるので、そいつを使いますと。ただ、これ現時点だと、ステップファンクションズはサーバーレスで非常によく使うサービスなんですけど、これ使う構成だと、ひとひねりが必要なんですよね。Excel にしたいようなんですね。なので、ある程度ユーザー側で頑張る必要があるんですけど、ちょっと今日は時間がないので、これ割愛します。まあ、もしかしたら、この発表が終わった後にディスカッションできるかもしれません。ちなみにこれサーバーフレームワークなら簡単だよって書いたんですけど、どのぐらい簡単かというとですね、まあ、このように、テンプレートファイルの YAML ファイルに、産業を付け出せば終わりです。これは、そうですね、トレーシングっていうセクションがあって、API ゲートウェイのトレーシングの有効か無効かっていうところと、ラムダファンクションのトレースを有効か無効かっていうところ。まあ、とりあえずこれ、そんなに料金かかるような話ではないので、すいません。
とりあえずまあ有効化しておけばいいんじゃないのかなと思います。まあ、なので、必要に応じて、それ、自分でデプロイしたものを見ながら、馴染みが出てきて、かつ必要性が分かるようになってきたら、いろいろ工夫していけばいいというふうに考えます。最後です。デコレーターでの共通化ですね。これ何を言っているかというと、ラムダファンクションのハンドラ関数、これにアタッチする専用のデコレーターを使いましょうっていうことです。で、そのデコレーターで何を実装するのかというと、例えば、ここに書いてあるような例で、ハンドラの実行前後で必ずロギング処理挟むようにしましょうとか、あとは、SQS とか、キネシスのトリガーのように、複数のレコードを1個のイベントとして受け取るようなラムダファンクション。これらを複数のレコードをばらして、レコードして、それを個別に扱いたい、そんなコードを書きたいと言ったときにデコレーターっていうのが使いどころがあります。ちょっとこれ時間がないので、まあ説明はできないんですけど、使用例としてデコレーター、この FromSFN っていうのをちょっと簡単にいきます。FromSFN は、何やってるかっていうと、デコレーターですね。step functions の中で、使うラムダファンクションにアタッチしたいなという意図でこういうのを書いてます。まあやってることは単に前後にログを挟む、ロギングを挟むだけです。で使う側としてはさっきの FromSFN っていうデコレーターをつけて、ラムダファンクション。まあ、ここでは find template by article っていう関数があるんですけど、まあ、それを定義してあげれば、ここの関数の中で書くのは、そのいわゆるビジネスロジックとでも言ったらいいんですかね。にあたる部分だけで、ロギングとかの本質的じゃない部分っていうのを省くことができます。はい。ただ、まあ、これ、最初にも話したように、私としては、現時点ではこれもう好みの問題だと思います。いいところ悪いところあると思ってて、いいところはこの4つですね。ハンドラー内の記述量が減るので、本質的な部分がクローズアップされるのはいいところだと思ってます。まあもちろん、その汎用的な共通処理を再利用できるっていうところもありますし、複数人で開発してるなら地味に大きいと思うんですけど、開発ポリシーの強制ですね。必ずロギング取れっていうポリシーがある場合に、そこをその開発者に任せちゃうと漏れちゃう可能性もあるんで、デコレーターはそれを強制するような力があるかなと思います。あと、実際にこれを使った実装っていうのが、その、実績もあるんで、まあ、悪い方法ではないです。間違いなく。まあ、ただ、良くないところですね。デコレーター、まあ、やりすぎはかえってコード読みづらくなるかなっていう気持ちですね。これは私の主観です。まあ、好みあると思います。で、まあ、そうですね。多少、その、デコレーター使わないことによって長くなっても、コードが直感的に読めるならそれでいいじゃんっていう考え方もあるのかなと思っています。あと、さっきのサンプル実装の問題なんですけど、ロギング時のスタックフレーム、デコレーターになってしまうので、トレース追いにくくなります。まあ、ただし、これ、やりようはありますというところ。あとは、ロギングの例だと、最初と最後以外にもロギングしたいケースってあるんじゃないのっていうのがあって、まあ、必ずしもそのデコレーターがハマるケースばかりではないのかなというふうに思います。まあ、以上のような、まあ、いい点、悪い点というのがあるので、私としては、まあ、好みで使い分ければいいんじゃないのっていうのが今のところの結論ですね。はい。まとめです。まあ、ここまで話してきたような内容なんですけども、サーバーレスになったところでアプリケーション実装の部分って基本的にはほぼ普通の Python だと思って書いていただければいいのかなと思います。そのサービスのモジュール分けましょうとか、テスト用意性の話だとか、環境変数の扱いだとか、それって特にそのサーバーレスに固有な話じゃないと思うんですね。なのでそのあたりを意識していただければいいので、そんなに身構えることはないですよというところ。まあ、構成パートナーやりやすくなるように構成するっていう部分も同様ですね。はい。で、ステージ固有のパラメータは環境変数などを使って管理。まあ、これも一般的な話だと思ってます。はい。で、ロギングに関しては、JSON ロガーとりあえず使っておきましょうっていうところですね。できるならデータ構造を一貫させるような仕組みがあればいいんですけど、ちょっと私は今いい実装がないので、まあ、よりその詳しい Pythonista の方がいらっしゃれば、こういうのがあるよってご紹介いただけるととても幸いです。まあ、トレーシングとかデコレーターをお好みでやりましょうというところですね。はい。で、最後に私がよくサーバレスのキャッチアップで、見てる情報源っていうところをご紹介します。まあ、これは後で見といてくださいというところですね。はい。で、最後に、まあ、我々サーバーワークス、この AWS のプロフェッショナルとしていろいろその採用活動とかやってます。よかったらその見に来てほしいです。はい。以上です。ありがとうございました。はい。発表ありがとうございました。まだ1分ほどの時間がありますので、質問のお時間設けます。何かご質問のある方は挙手をお願いいたします。結構皆さんは静かですね。
特に、ご質問がないようでしたら、何か言い残したこと等あれば今のうちにお願いいたします。何かありますか？そうですね。まあ、あんまりないですね。承知しました。サーバーレスのセッション、今年結構少なかったなと思ってて、うん、なんかアウェイなのかなと思ったんですけど、まあちょっと、はい。障害者の方、まあ興味はあるよっていう方のご参考になれば、まあ幸いです。質問とかはその受け付けているので、ツイッターやスラックなどで、いただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは質問がこの後ある方は交流のスラックやツイッターなどで質問してみてください。では発表いただきましてありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、ではコメントで、大きな拍手をお願いいたします。